ました。キャスドラビューティフォー。なんでまた来たかというと、はい、中を見たかったんですよね。そうなんです。ま、あれまたやってるんです。やっちゃってる。やっちゃってる。ね、はい、よかったよかった。このドア苦手なんだよね。なんか分かる分かる分かるかも。違うセクション、なんか。わお。ライブラリー。圧巻です。なんか映画の世界みたいな。本当だね。すごいね。ハリー・ポッターに出てきて。わかる。わお。何をリベンジするんですか？カンガルービートです。イエーイ。なぜなら食べられなかったから。そうだね。食べるのを知っていたので、はい、トライということです。レッツゴー。レッツゴー。おいしい、おいしい、おいしい、おいしい。はい、ホープソー。もしもし。いや、 We've never tried that one, カンガルー。念願の、念願多分念願のカンガルーミートです。待って、美味しそう。マジで美味しそうかどうか分かんないけど、まあなんかすごい、うん、いただきたいと思います。すごい。え、そのキリに写真撮ってた。あ、そうだね。寝かせてたのか、結構香草の味がするかも。うんうんうん。いや本当に淡白な感じで、牛肉のすごく赤身の部分、でも赤身にしては噛み応えが良くて、わかる。ハードなんだけど歯切れがいい。うんうんうん。ドリンクです。チリかな。うん、でも
普通のさ牛肉だったらさこの塊のこの何脂身がない感じって結構噛めなくってもぐもぐするけど、うん、確かに噛めるわ噛めるよね、うんうん、それが不思議答えはあるけど噛めるちゃんと、うん、なんか筋ってわけじゃないですね、うんなんかラムっぽいの落ちますうんなんかそのラムを調理する時のそのハーブをさハーブと混ぜてちょっと寝かしといて後でバーベキューするみたいな多分調理過程だと思うんだよね、うん、だからその感じが似てる、うんうん、えラムより食べやすいんじゃないですか多分 それはそうだと思ううん食べやすいと思う、うん、すごいラムが苦手とかいう人だったら私は好きだから、うん何でも食べれるけど、うんうん、何でも食べれるけど、イノシシ食べたことある？はい、多分、うん。なんか私の中ではイノシシなんだよね。なんかこの歯切れの良さ。でも覚えてないな。忘れちゃった。タンパクで。うん、確かにタンパク。はい、大丈夫です。待って待って、間違えちゃった。急がないとって思ったらなんかただ食べるやつ食べたらちゃった。食いしん坊みたい。忘れてました。忘れてました。カンガルージャーキー食べてないじゃんってね今思い出しましたいやー大変でもさっき一回カンガルー食べてるから、はい、なんかそこまで抵抗がない、うんうん、だって食べれたもんはいそうすいませんね先走っちゃって開いちゃった開いちゃった開けちゃったねそう開けちゃったあもうこれカンガルージャーキー撮影した方がいいですよねなんで今言えるんですよねそんな先に開けるかって間違えちゃったすごい今焦ってた一人で勝手にそうニュージーね入国厳しいからこれが持ち込めるかどうかか分かんない分かんないんですけど、うん、なので食べちゃおうということで開けちゃいました開けちゃいましたなんか値段とかくっついてますなんて言うんだっけジップロック、ジップロックみたいなあれねえ開かなくない硬いですすいませんおね全然柔らかいんだけどおー、okay、いただきますおーなんかあんえ、なに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 ちょっと怖いんだけどなにスパイシーの匂いしますよあー、ね、あもうこれはスパイスなんか、うん、あの酸っぱい系のうんうんスパイシーな匂い、うんうん、匂いするいけると思いますいってきますいただきますいってきますって言っちゃったうん、辛っん辛くないですかまだわかんないうんスパイシー、うん辛いスパイシー、うん、え、もう全然大丈夫大丈夫むしろカンガルーなのかが分かんないぐらい、うんうん、全然ジャーキーの味全然ジャーキーうんこのスパイシーが辛い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 結構しっかり辛いうんうんなんかタバスコ系の酸っぱさの辛さ、うんうん、普通に美味しい普通にとか言って、うん、美味しいこれあれだね買ってホテルナイトを楽しむのあるかも、うんうんうんありだと思います美味しいです、うん、この辛さも癖になるカンガルー、うん、本当だしっかりカンガルーじゃん、うんうん、オーストラリアンカンガルー、うん、美味しい味付け美味しいですよねうん、うん、いいと思います、うん、ピリ辛が好きな人おすすめ、うんうん、ですですいいトライ全然ありでしたありでしたイエーイただいま急遽時間があったからあったから、ボンダイビーチに向かってサンセットを見ようと思います、ね、悩んでたんですけどねやっぱ人気のビーチだし、うん、そう サンセット見えないからまあいいかなみたいな話になってたんですけど、うんうん、サンセット見れるかもということで、うん、行きたいと思います見れなかったら、はい、すいませんまあでも綺麗なビーチうんうん、なのは確かなので、だね、楽しみにして行きたいと思います。寒い寒い寒い。寒い寒い寒い。やっぱり夕日あちらは。だよね。やっぱそうだよ。すいません。まあすいません。お見せできませんが。でもそちらにレインボーも、はい、レインボーはあるので、ちょっと綺麗なので、お楽しみください。うん、見えてますね。うん、飛行機もオーストラリア航空かなみたいな。何かな。サーフィンしてますわ。してますね。こういうの見たかいもん。本当にサーファーが集う場所だね。サーフィン一度だけ
経験しました。同じく。そう、実はね、ちーちゃんもね。同じく。そうそう。私は楽しかったんですけど、ちーちゃんはもうね、震えちゃって。そう。しかも難しくて、もう1回で、大丈夫ですってなっちゃいました。しかもその理由がウェットスーツ着るのが大変っていう。そう、はい、めんどくさい。レイジーですね、ただの。ただのめんどくさがり屋なんで。でも本当に難しかったんですよ、あの、これなんで言うの、ペダルじゃなくて、パドル、パドリン、パドリ、パドル、パドル、パドルです。そう、それが難しくて、なんか立てないし、まあ1回でね、立とうと思うのが間違いなんですけど、最初の初回でね、そう、ちょっと難しいなって思ったのと、なんかサップの方がまだできるんじゃないかなって、そう、よく言われます。わかんない、いつか機会があったらっていう感じですけど、もう1回やりたいですか？うん、楽しかった。あの、やろうって言われたら行く行くってなるかな。けど自分、あ、でも自分からも行きたいって思うかもしれないけど、私ね、ほんと腕の力が弱いので、足はすごい強いんだけど腕が弱くて、これがやっぱ何だっけ、パドルが疲れちゃって、パドルね、ごめんなさいね、疲れちゃってなかなかできなかったから、そう、もうちょっと上半身鍛えてからじゃないとできない。かっこいい。できない、できない。やってたら鍛えられるね。そうだね、なんか疲れちゃうの、もうそんな進めないよって最後の方泣いてたっていうか、わかるわかる、波に追いつけない追いつけないって思いながら夢中でやってたけど、でも楽しかった、ね。中島さんかっこよかったです。いやいや、立ててないから。いやいやいや、ほぼ立ててたんですって。いやいやいや、膝立ちね、膝立ちね。新しい趣味、やっぱさ、ニュージーランドってさ、あんまアクティビティがないじゃない、だからそういう趣味を見つけないとさ、そうそう、本当にそれは思いますね。だからみんなニッティングとかビューティングとか、サーフィンとか、自分が行けば、自分がやればできること、そんな気がします。てか私思ったんだけどさ、向こう側ニュージーランドってことでしょ。え、土地的に。ああ、今端っこにいるから。そうだよね、そうだ、海の向こう側がほら、ニュージー見てるよみたいな、見えないけどね。そうだね、ニュージーランド。わー、なんかびっくりなの、まあ、ニュージーも広いなって思うんですけど、もうオーストラリアのさ、ここしか私たち遊んでないんだみたいな。でもこうやって広げたら、こんな広げたらさ、いっぱいワン、ツー、ゴーとかさ、いろいろあんのにさ、めっちゃめっちゃ、なんか、へぇ、これしかいないのみたいな感じだよね。すごい、思います。すごいなぁって思う。広い、世界は広い、思います。オーストラリア広い、世界広い、広い。それにやっぱ行かないとわからないことがたくさんある、って思う、思います。体験して学んで、目で見ないと分かんないね。ですね、やっぱ行ける場所には行かないとですね。そうだね、今日もここ来れてよかった。よかったね、よかったよかった。やっぱ綺麗だし、綺麗、ピンク、かわいい。あ、虹がもうなくなってきちゃった。そうだね、けど綺麗、綺麗、綺麗、素敵、いい感じ、いい旅です。道具が壊れてしまいました。おーのー、これにて、本当に壊れちゃった。Oh my goodness。これにてもう、君をパキっていったのか。いやー、そんなこともありますな。